皆さんこんにちは、2023年日本人の兵庫県民の、淡井圭介、8月の23日21時17分、まあ戦国府部、まあ、我が天下や我が天下戦国府部の人たち、まあ一というの、我が天下と戦国府部について一という動画をアップロードしますけども、本日まあそちらで述べているように、まあコンピューターが混ざり込んでいるという可能性が非常に高い。それプラス、まあホームページは YKSK の履歴から60.1番かな、ちょっと僕も欄が多すぎて、自分でも把握できない状況に なってるんですけども、大体のことは分かるんです。大体のところに何番に、まあだ、まあ、大体こういうふうなものがあるっていうことぐらいは。で、1で述べてた時のそのフルーツアラパークの話ですよ。その299億何千万円で議会が作って、その民間企業に押し付けて、株式会社神戸ワイン、その後株式会社神戸ワイナリーって、私から横文字使ってしまって、その方が海外への輸出の時分かるかなと思ってまあ向こうの方でも後から考えたらなぜ日本から中国にわざわざワイン輸出しなきゃならないのかなって、バイオエタノールに変えときゃよかったのに、もしくはブドウ作ってる今だったら、正直小麦粉を日本で作ればいいのにって、400何十万とも輸入しちゃうんですから実際のところね。いや、日本あっちもこっちも、もう僕の住んでるこの辺が本当は畑だらけだったんですよ、本当に。岡和駅のまあ交通量の多い方のところの交差点、あのトヨタさんがあるところ、あそこもともと畑なんですよ。びっくりしたでしょ皆さん。あの辺あたりから、まあ二郎あたりまでだいたい畑です。空き家が2011年の東日本大震災の頃600万件台だったのが、今も1000万件超えてるんですよ。なんかもう自分で街の様子とか、何が本当で何が嘘かわからないから撮影してもらったんですよ。空き家だらけ、作りっぱなし、建設業界にお金回してずっと作らせて、ほったらかし本当に。で、万博を今度開くとか言ってるでしょ大阪で。で、一応もうやめといた方がいいんじゃないかっていう意見が出てくるところまで話持っていきました、国会の方でね。で、あれやめさせなかったら、そこの僕の住んでる兵庫県のその兵庫区とか長田区とか、まああの辺り、本当はあの湾岸線はもともと、まあ最初の頃は多分ね、六甲アイランドの方の奈良区あたりまでだったと思うんですよ。それがいつの間にか延長してきて、ハーバーランドとかを理由にして神戸市中央区の方なんですけども、まあ、あの辺りまでいつの間にか延長していて、今度長田区の新長田駅っていう、まあ、JR だったら長田駅だと思うんですけども、地下鉄だと新長田駅、まあ、そこまでね、延長線を作らせろっていうことで5000億かけていや、これもうみんなで本当に議員懲らしめんかったら、何がし良いことで何がしたら悪いことなのか、本当にはっきりと社会に公開しなかったら、これもう消費税本当に上がりっぱなしになりますよ。無に持たない後の世代。実際僕は子供の頃は消費税 3% だったんですよ。たくさん物を消費するから消費税があるっていう考え方で基本的に受け入れておいてください。経済原理もありますよ。もちろん民間企業絶対潰れてるとこめちゃくちゃたくさんありますが、自分の目で見てきましたから。で、そのね、フルーツアラパークの話に戻しますけども、ね、結局、まあ、株式会社神戸ワインが新栄フーズさんに仕事を回して、新栄フーズさんが人材派遣会社にこう上から下にしてこう押し付けてきた、まあ、その住居手当もない、ボーナスももらったことない、扶養手当もない、ない尽くし、それどころじゃないですよ。いろんなところで働いてるでしょ。あのバーベキューコーナー終わった後、
土日祝日とか学校休みだったか定時制の高校の頃ね、あの4年生だから18歳以上だからその披露宴の方とか働きに行ったりとか宴会とかね、レストランのディナーとか長時間労働手当つけるの忘れて捕まるって、本当にそんなことしてたら本当に阪神淡路大震災の被災者の仮設住宅の人間捕まるわかります、この極悪性。それみんなよくわからないで、株式会社神戸ワインの事務所の人たちも分かってないんです、実態を。え、嘘、そんなことになってたのって本当で、急に話がいろんな僕が法律名とかし始めて急になんか経験者がやっぱり公務員にならなあかんとかそういう話になって、もう話が一気にどんどん飛躍して、そんなに大きな話なんだ我々だってって、ちゃんとあの公務員から橋本さんも始めてもらわないか言い始めて、写真撮影する全員っていうことで写真撮影始めようとした時に、いやいや私二十歳じゃないですよと、公務員で20歳以上からでしょって誰か言ってくれたが自分で言ったんですよ。いや違います、いや写真撮る人もね20歳以上って言ってたんですよ。いや僕違いますってあ君無理や、無理だからって、これ意地悪で言ってるんじゃないから、法律でそうなってるからって一番貢献したとも言えないんですけど、本当はみんなの力だから、みんなで各部署ね、みんなで本当に頑張って朝礼か 夕方のそのもうタイムカードを押した方がいい、自分で判断か何か言い出す人もいたからちゃんと朝礼とかはそのしっかりと仕事に時間内だから、経営者の会議室の時間、労働時間として見なされなくなった、もう一問になる、法律しっかり守った、経営者のその会議はね月1回でいいんです、役員の人たちの役員会で議事録とかしっかりと月で送らなきゃならないんですよ、ちょっとした裁判所なんですけど、そんなに法律になっちゃう、本当に裁判所話持っていく被告人生、いやこれ本当ですか、だから僕も30歳ぐらいの頃がもう弁護士さんなしで裁判勝ってますから、いやわけのわからん書類を裁判所が作ってるから、いやこれみんな冗談だと思うんですよ、国会議員とかもともと僕とお会いした人とかが大体総理になってるんです、多分もう1998年以降全員そうだと思いますよ、彼とのその彼のその海外との友好関係とか未来から言ってる話の内容とか海外の人も各首脳が聞いてるからと、本当に向こうの国でもそうなってるなってるな話になるんですよ、で危機感から来るものですよ、エネルギーの残存量問題とかね、で手に負えないっていう、国会議員の人でも手に負えないっていう部分があって、これが本当に現実なんですよ。その話、フルーツフラワーパークの話に戻りますよ、その夕方に本当は299億何千万かけて民間企業に回してこらもう会社抜けて長い間経過してるから、これ笑いながら言いますけども、全員呆然本当に持ってるボールペンとメモ帳落とす人がいなかったのが不思議なぐらい、それたまにそういう人いますから、あんまりにも愕然とした時に、そのむちゃくちゃ固定資産だ、固定資産税だけで1億国に持って、えっ、ー、いやそれ議員さんたちが決めたんでしょって議員さんは公務員、うん、いいですか、地方公務員法とかあるでしょ、地方交付税は交付税法があります、法律であるんです、計算式も載ってますから稼いでない都道府県国が金回さんってえっ、いやそれがなかったら各
県議会、まあ、各都道府県ですよ。各都道府県のこれ言葉抜けただけ何し始めるかわからないから本当に僕からしたら政治と大文化変わってる人間からしたら違う違う絶対僕のせいじゃない会社法がある公務員の人も会社の人間ですよって本当に法解釈とか法律の何条のこういうことまでも受け取り方結局様々になる本当にいろんな法律見たら何を責任逃れしてるんですか無理ですよってその方向性で持っていかなかったら本当に無駄な建物を議員さんの人たちが却下すればいいんですよ本当に この国がどうなってるか今分かってるでしょいや本当に阪神・淡路大震災も東日本大震災もその前の、新潟県の中越地震とかあの辺とかあと北海道も大きな地震ありましたがあれ山間部だから死者の数が少なかっただけであれマグニチュード6以上ですよで、東日本大震災の後は熊本の大地震あっちこっちで採掘したり河川の底しっかりと一回ね河川水門開式ダム発電設置して一回河川の底をコンクリートで埋めなかったら地震がたくさんあるから亀裂入っている大雨の時たくさん水抜ける砂とかが流れ込む砂と岩石が当たるちょっとずつ削れるね包丁とか砥石で研ぐでしょ相手石でしょそれでも刃物の方がすり減ってるんですわかります現実そうなんです硬いものと硬いものがぶつかったらどちらも削れていくっていう考え方でいいんです あんまりお若さになった滝の下に置いてあるその石がだんだんこうへっこんでる何万年も経てばって水の力で石が削れて違う大雨のそこまでバカげたこと言わそれみんなの税金使ってたって大学の出世した教授がこれめちゃくちゃ僕が怒ってる時だったら本当に言い出す時言い出しますからそんな大学の教授全役員民法の三審以内の請求いきますよここに返納って本当にまあ割合ちょっと髪の毛の色見るところから僕もあんまりそこまで鬼じゃないからどんな家建てましたって返済ローンどれぐらい残ってますってそれはそれで引っ越しする費用とか作らなきゃなんない話になっても餓死されても僕が殺人犯になってもそんなこと無理だからそこ冷静に対応させていただきますお小遣い持ったものもあんまりむちゃくちゃなこと言わないからまあ無理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 小学生の時とか中学生ぐらいでみんな1日100円ぐらいだったでしょその延長線上で本当は考えたらよかっただけ一月にお小遣い3万使うやつ無理だって普通家のローンとか厚生年金にあんまりかけてなかったらたくさん仕事働いたんだったら所得税の控除源泉税で取られた分自分で国民年金基金にお金かけに行って税金で取られないようにガードこれが鉄のカーテン本当にこれが賢い計算式あんまり1点いくらとかの計算式とはあんまり相手しなくていいです大体数学関係の先生とか無駄にお金稼ぎしよう学生の頃からもう大人になってもう30歳ぐらいになったらもうみんな絶対わかりますから学校教育で余計な教育が多すぎる歴史の話もね我が天下と戦国武将の位置の話聞いてもらったらわかるでしょもともと戦国時代からして嘘だから木の曹操80万攻めてきた畑をほったらかしにして畑の米だけ絶対無理だから人参とか作らんと食べるもののしもさえ自分がお米ばっかり食べたら分かるからこれ無理だって分かる人参とかキャベツとか鹿とかが食べに来るあの頃の時代鉄砲なかったんだから力ずくで野生の生き物なんとかなると思います早い向こうの方が動くの
それともっと大きな矛盾が80万歩移動した全ての村町ノックアウト食料全部食べやがった絶対無理さらに川越えた急にみんな木切って加工を神田ぐらいはその当時からあった斧ももちろんあるだけ寸法を狂ったら船しっかりとした作れた全員が船の作り方を覚える現地で図面読める人本当にいますそれ手分けして工業高校行かなかった本当にまともな歴史かどうか見抜けられ 見破れないから、うん、見抜ける抜けるっていう言葉つけてきてる時点でおかしいでしょ騙されません見破る方自滅行為を言葉遊びで誘発してたのがテレビ局本当であんまり細かい言葉遣いまで気にし始めると裁判所自滅しますしっかりと僕は法廷で大事な要点を押さえてますよまずねさすがに正当防衛とかあるから怒鳴ってはダメとか状況によるんですいろんな人間がたむろして交代交代で挑発行為喧嘩売るようなこと言ってきて家の中にいる人何にも言うな無理無理無理絶対無理だから裁判所でも法廷で自分が原告で出た時にこれ自分がいろいろ説明していた時にこれ多分怒ってしまったのかなって自分で分かるからものすごい被害者だからそれで大きな家建てたのってなるからピンハネ散々にしといて本当に 昔からずっと同じ大きな家建てたり高級会社乗り回してるのは絶あ会社じゃない日本車も含めて本当はレクサス1000万何人の人にしっかりとした賃金払わなかったらそんなすんごい稼ぎ方できるんですかってバレたらどうなるかぐらいあなたたち役員になったんだか分かるでしょ法のもとに平等書いてある最初からあまり大きな声でまあもうあまりでええわって言ってくれる警察官言ってくれるんですよその状況俺らは無理あると思うって本当にで裁判所の裁判官が怒ってもいいです認めますって言ってるんですよ僕はこれも怒ってしまってもしょうがないですよねいいですよねって言ったら認めますってしっかりと言ってくれるんですよ当たり前ですよそんなことで裁判止められたらむちゃくちゃなりますよ世の中ねむちゃくちゃなことした人間の方がずっと金稼ぎできるでしょう、うん、どうしましょう本当に今消費税上がりっぱなしのコースですでせっかく長年安倍さんに総理任期ついていただいて、まあ、菅さんも安倍政権の時官房長官していましたから次菅さんみたいな形になって菅さんも僕が1998年ぐらいにフルーツラバーグもうその前後両方とも働いてますフルーツラバーグで勤務していた時に来た人で確か菅さんだったと思うんですよ解決策を持ってないんだったら絶対政治の世界には踏み込まない方がいいつまり議員になるっていうことですよ議員にならない限り政治家ではありませんからそこしっかりと皆さん区別できてますか本当です分かってない人は分かってない人なんですいいですか、うん、議員さんイコール地方公務員なんです地方公務員法あるでしょ国家公務員法だけで何でも決まるわけないでしょさすがに そんな人はいないと思いますよ立候補する人で本当にいたらだいたい喋ってる言葉聞いただけで分かる人は分かりますから見破れますからこの人法律とか判例とか分かってないわって本当は結構いいよ嘘っていう僕がテレビに向かって言う方いやそこで嘘って言われこっちもえ嘘って
その時愕然とするけど結局後で大笑い。いやもう笑えない人もうある程度混ざってもらわなかったら僕も笑い止まらなくなるから、今誰かが多分つながってる、もう全く笑えなくなった人がね、で僕もそれで一旦収まります。もう本当は僕家の中でめちゃめちゃ怒ってるから、ドラ1やして1円もまだ誰もくれない、全員アイデアの搾取、信じた中国まで嘘って習近平国家主席も3期目頼んで、ロシアのプーチン大統領にも3期目頼んで穏便に進めたいから、アメリカもオバマさんとかもね、トランプ大もう共和党も民主党もトップ、僕の提案を受け入れていただいた方なんです、両方ともね。トランプ大統領の時はね、北朝鮮と韓国の首脳会談してくれたでしょ、ちゃんと中国の習近平さんの方にも伝えてくれてたはずなんです、絶対ね。僕からの提案で金正恩さんも習近平国家主席と首脳会談してますから、それはアメリカの領土にしっかり伝えてるんですよ。本当に安倍政権の頃に外交をまずしっかりと固めなかったらこれ無理ですよっていうことで、で安倍さんもアメリカの議会で演説してくれたでしょ、もうみんなが承認になってるから、もうそこまで忘れてる人、ちょっともう淡井圭介の話いちいちしゃしゃり出てこないでっていう話になるんですけども、僕からの提案です。で、中国の方も分かってる、北朝鮮もう我々も昔のこと覚えてるから見せないからっていうことで、ちゃんとレッドカーペットを引いて首脳として認めてるから、我々も北朝鮮だけ孤立しないよっていうことで、本当は代理戦争みたいな形でしたから、で今も中国のせいでもロシアでもどこの国のせいでも世界中あんだけ戦争してしまったらもう無理、本当に 何をしていいのか悪いのか末端の兵士から上まで全員わけわかんなくなってるから、まあまあ戦争の話ですからちょっとすぐ真面目な方に戻りますね。あとで自分たちが裁判を受けるっていう格好を忘れてる、それやったら最初から世界中の首脳は戦争無理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 ってなるから絶対訴えられるって、世界中から国際司法裁判所そこの判決を放棄したらその国国連から脱退させられます、それが国際条約、もうその国連に加盟してるんだから国際司法裁判所の判決から逃げれない、それしたらコンピューターがどんな形で動くか分かんない、プラス神がかり的な力を宿した人間とか未来の強い人、法律プラスで真実としっかりと向き合う人、めっちゃくちゃ後の世代でエネルギーがもう枯渇してきた時にこれが本当の話だったのかってバレた時、もうどこの時代の首脳がどんな目に遭うか分からないなと、だからもう世界中みんなちゃんと国連の首脳の演説の時に大体どこの首脳ももう資源には限りがあるからみんな大事に使わなきゃならないよって、石油を採掘してる時点でしっかりともう石油出てきませんっていう時点いっぱいあるよって、それをまあまあこれもう関西だけの放送だったら僕もびっくりするんですけども、フジテレビさんの系列の方でね、関西の方だったらはっちゃんなんですよ、東京の方だったらチャンネル違うでしょ、この時点で関西と関東のあの人たちをあの人嘘言ってるっていうような形に持っていこうとしてるんちゃうかっていう話に見えるんですよ、関西の方にそこまで押し付けますって、本当にね、案外関西の方はまともなこと言ってるでしょ、僕を軸にするとね、立ってるビルとか僕が撮影しちゃった、あのね空き家のビルめちゃくちゃ作ってるって、あの人あんだけダメだって言ってるの、真面目な声で言ってるのに止まらない、止まってない全然、もう裁判所に そこまで訴訟いりますってきりないでしょって、インターポール裁判官本当は捕まえてるから怠けてる裁判官、今の僕の裁判官絶対捕まえちゃダメですよ、本当に僕の今の裁判本当に止められたら本当に世界中何も物事ストップしてしまう可能性あるから絶対ダメですよ、本当に
あ、もうちょっと、ま、名前あの裁判官の人も同時に他の裁判とか行ってるから本当その時点でかなり無理な 体制本当に状況あの高等裁判所第11の民事部の藤井書記官とあの神戸地方裁判所にも男性で藤井書記官っていう方いらっしゃいました。まあまあ、あの名前だけ今教えてもらってるんで男性か女性かまだ分かりません。まあ名前はもう分からないです正直。藤井さんだけです日本中藤井さんなんかいるから分からないとしか言えない本当に。で、主任裁判官が大川さん、大きな川と書いて大川さんで、もう今もう昔の話思い出しましたが、これで大川さんも助かる、これで藤井さんも助かる、フルネームだけ彼が名前出すだけ、裁判官インターポールが指名手配されない、そんなむちゃくちゃな判例だった裁判官だ、僕は見たことないですよ。僕は自分でうんけど法律名求めてきた裁判官一人いたから上田さん神戸地方裁判所、僕もそこまで多いんじゃないから、本当に原告の人に法律名まで求めちゃダメって、君が裁判官なんだ責任持って法律名同じなんですか、自分でチェックするんでしょって、だから合議制にしてるんであって複数の裁判官でチェックしなきゃなんないんですから、そこに書記官とは一緒になってね、そうじゃないと書記官がメモをして覚えていって裁判官になるんですから、わかりますよ裁判官の言い分、本当に法改正あるか、嘘、そんなことになってるの、あるんです本当に、あるあるで結構な法律の数、この間のインターネット記事でやっと流していく、いっぱい法改正、僕も無理、訴訟費用、自分の交通費とかコピー代とか何千枚とするから、もうスタートだから本当は。で、もう証拠言い始めた SD カードとかにデータ記録してね、提出しなきゃなんなくなるでしょ。自分のみんながスマートフォンとか持ってもらったのは家の前まで絡みに来る連中、本当に何回も来よったらこう写してね、それ民事でも刑事でも、刑事事件、民事事件ですよ、刑事訴訟法を見てもらったら分かる通り、だんだん最後の、あ、じゃあ民事訴訟法を見てもらったら分かる通り、最後のだんだん刑事訴訟に早変わりするから、誰が民事不介入ってこんなにややこしい法律作ったのって一法律だけで物事を動かそうとしてる人間めちゃくちゃ危ないですか裁判官、いやこれ一般人の人とかに教えてるんですが、年下の人とかもいるから、裁判官とか全員公務員なんです、本当に。議員さんとか、地方公務員法の話に戻りますよ、関東地方、これ十分本当にグーッとあ、ごめんなさい、途中で英語混ぜ込んだ、翻訳できない可能性が本当に2カ国語を混ぜられたコンピューター混乱して翻訳的可能性あるんです。我が天下とか戦国風部っていうゲームがそうなんです、2カ国語両方いないコンピューター、人間があれこれ言ってくる、造語がかなり混ざって、どう受け止めたらいいの、レシートが出てくる瞬間に何か買い物して、今時のタッチパネルとかでね、でそこでややこしいこと考えたらコンピューターも困る、一瞬レジのレシートの出てくるのがちょっと遅れるから、それ分かりますから、もうみんな電波飛び交ってるから、もう全員同じ状態、部長裁判官が長谷川さん、これ日本中の長谷川さんが話してだんだんボリューム下げられるから、本当話極端に合う、芸能界とかでエロ打った人間僕許すつもりないです、無理です、絶対テレビ出ないでください、後の世代が勘違いするかって、そんな人間と男性
20歳ぐらいのまともに生きてきた人、結婚できる、結婚したと家の中とかどうなるか分かる、どれだけややこしい人間とつながってるか分かる、怖い、本当にみんな無理だって言うとき、本当に本当に本当にそういうものを置いてる本屋さん、自分たちの方からボイコットしたり、本当に 言ってあげた方がいい、いろんな人間が、なんでこんなもの売ってんのって、仕入れね、いくら払ったんでしょうかねって、それ暴力団への資金供与、すでに判決ありますよ、エロ業界性犯罪、本当に、性犯罪者をさらに増やすって、ストップ、これは本当の話, 笑いながら言うなって普通考えたら分かるでしょ、軽犯罪法とかで、ね、本当は尻ももを出してはならないとか、胸を見せてはならないとか、軽犯罪法で霊気まである、それ状況によるから、それ正当防衛は 民法でも刑法関係とかでもあるから、本当に正当防衛、それなかったら無理でしょね、不正団体警察官とか今まで言ったでしょ、自分の方から言ったとか断ったとかやめろとか言った、説明した言ったでしょって、そりゃ言いにかさえないでしょ、あれだけ通報してるんですから、今警察署肝心要の自分たち癒着している精神病院、自分たちが連れて行って、それ仕事して給与もらってたでしょ、時間働いた時間として、で、ベースアップ基本給上がった人上がったんでしょとんでもない横領事件の発生、もう状況言ってるから、警察官が状況聞いといて、どうけ絶対まともな国作る無理、これが本当の話、一回それ二十歳くらいの頃に全国放送で本当に言って警察官が一般人の人が叱られてますから、ものすごい勢いで、あんたたちの正体知ってるからねって言われて、元町の交番所もう誰もあそこに入れないみんな叱りに来るから現行法規とか現代日本法規で、その警察官はね、警察手帳見せなきゃならないんですよ、それコピーして店に行ったら警察でしょ、店のゴム糸、ああ警察官の資格を失われるかもしれないぐらいで言っときます、本当に裁判官の判断です、一人裁判官絶対しちゃダメです、法廷で判決でしょ、っていうことは相手も僕を責めてきたり身勝手な判断できないっていうことでしょ、だけども管理の部分で判例あるんだから、法律に言ってるんだから、あなたたちに常識あるでしょ、一人対ものすごい多数って、小学生とか高校生とか本当に大人でも法律分かってない人、この話に混ざり込んだら無理、その人も返り討ちに遭うから、はあ、以上、本当に僕の提案でね、我が天下とか戦国不武が出来上がって、五行とかもう伝説の武将とか SP とか特殊武将とかもういろいろ言ったんですよ、いろいろ聞かれたから、その後どうしよう、あの後どうしようって、もう最初の頃に、まあ、もちろん兵士とか元、まあ元もあったから、まあ経済発展うんぬんの話ある程度言っておいていやもう日本本当はこんな状況ですからって、中国の少子化 の出生率実態後からはよく分かる方だから、国連通して本当のデータが出てくるが絶対数年遅れになるんです、石油の技術的採掘可能埋蔵量とか、ひどい時石油採掘可能埋蔵量計算するんだ、負けて数年間ずっと横ばいにしたまま、石油あれだけ日本が大量にサウジアラビアとかに買いに行ってるのにって、それしかもカタールばっかり、サウジアラビアはサウジアラビア、アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦、全部サウジアラビアが買ってた数字してた、後で
バレる。どこまで石油の 1バレルっていうのは、一応これしっかりと説明しておきますよ。それ単位で あるんですね。1バレル約160リットル、厳密に言うと158点、もうそのあとずっと小数点ついていくから、何リットルってそんな無茶な話持ちかけられない。覚えられない。もうある程度は覚えておいたらいいですからね。バレるぞバレるぞっていうのはこのこと、石油がいずれ枯渇するって。僕あれだけ未来モンスターっていう番組作ってもらって、その CM で旭化成さんにしっかりと放送しといてください。CM 料払わなあかん話、話がおかしい。旭化成さんのCM 料でやっぱり商業権利ないと無理だって。 CM 料そんだけこちらの CM 放送しなきゃなんないんだ、おかしいって。我々が正しいことをしてるはずだ。放送しよう、放送しよう、テレビ局からお金請求され、旭化成さんの泣きが入る。もう一回の放送料の CM 料もう下げるしかないですよって。その代わりも毎回放送絶対 CM、 もうコンピューターとかに似たしちゃダメ、アナログ携帯で、アナログ型でね、アナログタイプで、絶対これ。そうしないとスポーツ業界の無駄な石油の消費の仕方はものすごいから、金銭面でも国民ものすごいいじめる。何をお互い首の締め合い。北京オリンピックであれだけ、ね、大きな問題になってたのにね、対岸の火事はね、自分のね、自分たちにも影響ありますよっていう話あるでしょ。対岸の火事は他人事で誰が言い始めた。逆の生き方が混ざってる。逆の生き方してきたらナチュラルに、ナチュラルっていう意味、自然。本当はナチュラルで間違った。お真面目な顔して、そんな状態でテレビ出た。本当に苦しんできた人だし、訴えてきた、君めちゃめちゃ言われるよって。実名公開にしっかりと世間に公開する、それで君もしっかりと覚えれるわって。あとそれでやっと君も正当防衛で、誰かにあれ言われた、これ言われた、それがやっと言えるって。あかんわこれ、最初から法律がめちゃくちゃ間違えと。これみんなで法改正、余計な法律、人材派遣業法昭和63年ね、みんなで賃金叩きしましょうって議員さんが身勝手な法律作っちゃったでしょ。日給歩合出来だが、こんなものがあるから賃金叩きはね起きないでしょ。違う、それで議員さんが高給取り、無理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 、公務員の人が高給もらえる、無理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 、絶対無理って。これが民間人の言い分。あとは裁判官が合議制のご判断ね、その話止めてたからね。法務大臣、法務省、法務大臣が最高裁判所の裁判官を任命ね。じゃあその法務大臣誰が選ぶんですか。これ法律で決まってるんです、総理。総理決まった後じゃないと各大臣決めれるわけないでしょ。法律分かってない人にこの話が通じない、本当に。じゃあ総理を任命するの誰ですか。天皇陛下、政治には関わらないでくださいよっていうことをいろんな国から言われたらしいですよ。本当にやっぱりその話、一族天皇家残すんだったら政治に関わるん、これ無理やわ。国会議員とかしっかりと分かってない、物事を進めよう、地方議員もや、公務員がニュース、いや私はニュース見ませんよって平気で言ってる、こうその多分公職印象を持ってる方だから、本当に公務員の方、それ持ってないと違う。公職印象を持ってるか、区役所とか市役所でちょっと見せてもらいますって言った時に持ってませんって言ったりと、公務員じゃないから。さすがに議員さんの人は議員バッジがあります。それは、現行法規や現代日本法規見に行きましょう。僕は一体まとめた方です、安倍政権の時に。現行日本法規、
書いてることは両方とも全く同じ法律名原告は求められるでしょう。全もう一通り全部 見に行ったから、もう六方全書は一通り名通してるから分かってる。六方全書文字小さくしてんの、ごめんなさい。今下本当は平成20年とは六方全書とか都政六法の19年の番号を土台にしてるから最初から六方全書3発売しといたらええ。あ、法律削除本これ作ってなかったら何理由で法律が削除されたのか本当にわからないから、数年後の国会にナチュラル法律復活させる可能性が、そこまでいったらもうみんな仕事してるふりだから無理ですってっていう話になりますから。状況はよく分かったでしょ、最初からみんなもう今更高級車買う無理、最初から本当はそう。それ捕まったら刑事事件になって、誰かが保釈金で出してくれなかったら本当出れないですよ当分刑務所から。金額ものすごい大きい時、それどうしてどのようにして国庫に返納するんですか。もうルール分かったでしょ、フィナンシャルグループだいたい千代田区銀行とかね、証券会社とかいわゆる大企業、三井財閥と住友財閥と三菱財閥ってみんな教わったでしょ。僕から言わせた多分あれ嘘三井住友合併したでしょテレビ局抱えてるところ産経系列、産経新聞がフジテレビで関西テレビ、関西では関西テレビって名乗ってますから、富士製薬所、富士重工、超巨大財閥、多分銀行あるでしょ富士系列のバレてもうたバカ言ってる、本当に追い込みかけられてる。ちょっと多分国会議員の人だと思いますよ、もう 何百人もいるから、あの衆議院と参議院、僕みんな誰さえ名前名乗ってもらえないのに、その状況、何か僕といろいろ話して助けて本当に大真面目に働いていてそうなってしまった人のケースもあるから、事情聞いてね、あのそれは助けてあげたい時は助けてあげたいですけども、無理でしょ、名前も知らない人、どこでいつ裁判が起きてるか分からなくて裁判番号とか明かさないと無理ですって、みんな伝えないと分からないから、本当に、本当にもうこういう状況です。あんまりゲームばっかりしていないんで、あの人がゲームを散々しといてでレベルがとか言ってきて入局開始するみんな見せといた方がいいそれで相手もこの人の相手が攻めてきた時に多分無理だっていうこと分かるかなみんな本当はお金持ってないと無理だって役員刑事になったとして保釈金がないと出れないどうしましょう、こんなにあの脱北行為した人たちいっぱいいて、こんなに国民のお金あれほど使うなって言ってきたのに、僕は淡路花博の時生かされましたもん、人材派遣会社の本当に電車の中で絡まれるから泣く泣くもスマクの駐車場1ヶ月8000円借りて自分の家の公営住宅の駐車場1月8000円ぐらい払って、それ契約するとき2万4000円要求されるから車買ったらもう終わり、交通費そんだけ出ない片道料金も出ない
淡路花子普通考えた分かるって花見るだけ世界中旅行客来るからか頭よっぽど変にならなかった分かるって子供はそれ本当は鳴門大橋と淡路島の高速道路と明石大橋で万博合計あと頭あと訴えて労働基準局どうしてでもいいですよもう分かりました国がお金支払いますっていうケースねあと光熱とか働いてるところ自体が絶対赤字いいですかちょっともうちょっと詳細に述べますよあんまり全部話つなげたわけ分かんなくなるでしょ明石海峡と鳴門大橋と淡路島の高速道路これだけで1兆1000億円軽く超えてますから淡路花区だけ300億円以上それと余計な赤字算定部の僕の方じゃ無理ちゃんとウィキペディアとかで公開しますからそれ隠したらえらいことになります全公務員淡路島のもう僕が多分生まれる頃ぐらいに本当に経済原理分かって大バカな100メートルも観音像出せてそのまま放置ほったらかしそれほったらかしにしといて淡路花2000年しかも阪神淡路大震災が1995年にあったのに本当に淡路島実は兵庫県ね地方交付税法がある時代でしっちゃかめっちゃかでしょ思いっこちゃほんとさっきから声聞こえてきてるから笑けてきたまあその経営がキーでもまあうん笑いの決心とかし多かもしれないそれ僕がどれだけ真面目に頑張って本当に解体してくれて間違えたメッセージになるって神がかり的な力でいくらでも石油を巻いてくると絶対勘違いしとる僕東京オリンピックの前に2015年ぐらいからめちゃくちゃ抵抗しましたからもう本当はもうライジンとかいらないいらないもう見た見た見たって総合格闘技の人ダウンしてる人に踏みに行ってるって全力でっていいもうみんな本当は殴り合いの喧嘩なんかもう小学生ぐらいの頃とか戻らなかったら幼稚園とかないでしょ本当にまずないでしょ相手殴ってもう動けんようになってる人間踏みに行けますそんな人とあなた結婚できます怖い絶対無理本当にあんなに体鍛えてる人もう格闘家の方が殴り合いになったら絶対強いの分かってるからしかも そんな追い打ちされたそんな怖いテレビ自衛官に動いてもらってリング取り上げに行ってもらったこれが本当ここも絶対間違いないっていうこと本当その映像と何回かテレビのニュースの合間こすると俺が行くわもう誰もおらんよみたいな警察が先に行こうか警察官が自衛官取り締まられる本当にそういう人もいたかちょ俺が先行かせてって本当に分かってる警察官自分から言うもうね、もう分かったでしょあのこれだけあのごめんなさいちょっとこれだけ
汗だらだらになってても腹水出るときはこういう本当のこと言ったら出るから、逆の人は絶対存在する、本当にそこ真面目に僕は本当のこと言ってるんだから、本当のこと言う人をそんな神がかり的な力でいじめてたら本当のこと言う人いなくなっちゃいますよ。ねえ、世の中ずっとこうなってるでしょって、もう余計な観音像30メートル前後以上のもの日本にまだ20何体ガンツ後から見ました、エロシーンあれほど入れるなっつったのにってで、もう分かりましたって国会議員の人たちとか老人の方たちたくさんいらっしゃるから、次もうこっちで言うから、絶対そういうシーンなし、老人の人が頑張る話、犬屋敷で貫通構成しましたって、今観音像と戦ってね、大きな観音像とりあえず兵庫県内で仕留めましたで正体明かしてないね、あれじゃないなって言ってるんでしょ本体は仏教界本当神社長の管轄国行政ね、もうスーツなんかどうでもええわってなった人ねいらっしゃるでしょこんな高いものを何回も買い直すんじゃなかったって、クリーニングはせなあかんしって、お金なくなる一方ライゾ淡井圭介ホームページの履歴の淡井圭介の履歴、なぜ雷が鳴るのかとか、本当に天の轟きの人、親とかから教えてもらってないと世の中を完全に間違えてるから、もうあのような人たちとかはそういうような話本気で怒ってるから、散々ピン跳ねされてあれだけ頑張らされてで、経営者とか公務員とかが高級車乗ってた、医者がコロコロコロ、もう撮影してるから実際のところ、ほんと宝塚三田病院のあの辺の上空が雷しっかり光ってめちゃめちゃ鳴ってたから、撮影する前今だって電波で声が聞こえて、その前に撮影したらあかん話とかを警察官に脅されて言われて、だって有馬警察署の人たちが連れてっちゃうっていうような、ずーっと極度の隠蔽、もう無理、もうこれだけ世界中に本当のこと広めたもの本当に米軍が最悪わかります、警察官が動かなかったら自衛官が動く、自衛官が動いてなかったらインターポール、つまり米軍ねえ、もうこんな無茶苦茶な大臣、テレビ局は法務大臣の管轄、テレだって法務省の管轄ですもん、 NHK が本当に放送法もう、あの会社で作れる規則とか会社法であるでしょ、あれ見て身勝手な会社のルール作ったら絶対裁判になった時負け、本物の法律の方がこれだけあるでしょって、これ守るんでもみんな難しいのにって矛盾だな、だから NHK は会社の規約で放送だけ載せて、それだけでも笑われて、他の法律抜けすぎや、これ笑わないで聞けます、もう昔、もう2010年よりもっと前から国会議員の各人たちが、NHK 料金は税金で認めてるから、消費税の話ばっかりしていて、生活保護者も NHK 料金納税してたの忘れてました納税してましたよ、消費税費だけも、ちょっと一旦もうこれで今日のところは2で区切ります、晩ご飯まだ食べてないですか、もう22時11分
再生して見てあげるだけで本当に登録者が、1000人超えて365日を遡ってですよ、僕の動画の再生時間が4000時間超えないとお金払ってもらえないから、それ自分のホームページあれプロで行ってるから年間1万6000以上払ってるから赤字、大赤字、本当本当に大赤字、これ違う違うとしてるけど、そんなものに手出したら無理、最初から本当は多分あれテレビ出てる人じゃないと登録者数1000人だ、みんな検索ワードわからないから無理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 、そんなものにお金払ったらって、あれだけパイプ持ってる彼ならテレビに行ってなくてもう可能性、まだ登録者数200人台、もしかしたらもうすぐ300人台いくかもしれない、わからない、わからない、いつ1000人突破して過去365日を遡って4000時間なんて意地悪なこと、通算で365日5時間経過、もうさすがに5年以上前とかもう求めないですから、裁判所自体がね、5年間で裁判記録、もう裁判番号だけ残してあとはもう捨てますから、本当にそれしなかった裁判所書類がと倉庫に積み重ねてどこに何か、本当に無理無理無理、だから証言とか証人とかで裁判それでもある程度進むようになってるんです、言ってるところそれが証拠むちゃくちゃな内容通用しないですけど、政府のむちゃくちゃこの税金ね、テレビ局合併できる、民間のテレビ局合併できる根拠十分にあるでしょ、理由と根拠が必要ですって裁判官が言ってくれてるんですよ、あとは電波の、あとはあなたがどうするかしたいんですこちらが解きますまあそれはっきりとね、あの傍聴席に座ってる時に言ってくれてる裁判がいっぱいいますから、はあ、ちゃんと僕も子供がいるからとか言ってくれてる人は言ってくれてます、本当に急に石油の輸入止まったら本当に物流全部止まって1億人以上絶対死にます、本当に食料届かなくなるから、スーパーマーケットとかもう食べ物とか全部なくなります、届かなくなって、これ事実です、皆さん、現実受け入れましょう、最後に厳しいこと言っとかないと、最後に真面目にならない、ごめんなさい、もうこれぐらいにしときます、以上です。